ジョバンニ・アントニオ・バッターラジョバンニ・アントニオ・バッターラは、イタリアの聖職者、博物学者、金学者である。リミニの近くで生まれた。リミニの神学校で学び、1738年に除海された。自然科学や医学をジョバンニ・ビアンキに学んだ。1741年にサビニアーノの神学校の教授となり、植物学者。 金学者でシルバ・ファンゴラムの著者のブルーのトッチの弟子となって金学、博物学を学び同版画の技術を学んだ。その後も各地の学校で教えた。1755年に著書リミニ地方のキノコを出版した。40枚の図版は自ら制作し、248のキノコについて解説した。1788年に実践農業を出版し、 合理的な農業作業の必要性を主張するとともに、当時の迷信について論じたことによって、民族学の文献としても評価される。金額への貢献については、エリアス・フリースによって高く評価され、クリスティアン・ヘンドリク・ペルズーンは、原武目の俗名、ベタリア族に命名した。ベタラは、植物の学名で命名者を示す場合に、序盤にアントニオ・バッターラを示すのに使われる。 ありがとうございます。